コーパス言語学とは言語学の一分野で計算言語学と関連がある。実際に使用された言語資料の修正をコーパスと呼ぶが最近では特に電子化された言語資料のことを指す。そのコーパスを利用してより実際的な言語の仕組みを探る学問がコーパス言語学である。チョムスキーの生成文法が言語能力を調査対象とするのに対し、 コーパス言語学は言語運用に焦点を当てる。ある言語辞書をリサーチクエスチョンとして設定し、それをコーパスデータに基づいて記述する。その後、その仮説を検証し、それに基づいて新たなリサーチクエスチョンを設定するという研究サイクルが一般的である。コーパス言語学の発展によって人間が使用する言語のほとんどが 決まり文句の組み合わせであることが分かってきた。日本においては、日本語研究の分野においては、コーパスという名称を使わないものの、コンピュータ利用による言語資料の研究は比較的早くから行われてきた。一方、ヨーロッパ系の言語研究分野において、コーパスという名前が使われるようになったのは、1980年代後半のことである。日本における関連学会としては、 軽量国語学会、英語コーパス学会などがある。a コンピテンス a パフォーマンス池田和弘。多くの達人が実践している学習法、暗唱が最強の英語学習法である理由。日経ビジネス。 h t t p b i z i n e s <ersch> s n y k k e i b p c o j p a t c l s k i l u p 1 5 0 9 3 0 0 0 4 0 7 2 2 0 0 2